このマッサニキの切っちゃない靴、これがどんだけ綺麗になるか。すげえ。え、もう全部拭いてもらおうかな。これ今なんか人気でみんな買っていってる。この台もある。スプレーだけじゃなくてこういうシャツもあるみたい。次はね、あの今大人気 WD40 って読むのかな、40、英語で言ったら40の方が正解ですね。ってことでいろいろあるんですけど、このマッサニキのきっちゃない靴、これがどんだけ綺麗になるか。はい、はい、皆さんちょっとビフォーもうちょい撮るよ。今ね、脱ぐ、脱いじゃう、脱いだ方が分かりやすいかもしれません。まあ、ほんまに普段現場で履いてるやつなんで、現場でね履いたらまあこうなりますよね。この輝いてたのがもう黒ずんでるのがこれは何用とかあるんですか。油汚れとか。これは何用ですか。これは万能用。万能用、基本万能用を買っといたら間違いない感じですかね。お、光ってきた。あ、すいません、邪魔ですね、ごめんなさい。お、めっちゃ綺麗になってきた。ここの違い、ほんまやね、すげえ。え、もう全部拭いてもらおうかな。うん、拭いてます早送りにするんで。グリッとかめっちゃ綺麗になっていってる。元の蛍光の緑が。せやね、これ僕現場で使ってるんですけど、何でもほんま汚れ落とせますね。なんかコーキングとかも取れるんやね。コーキング、そう、踏んで仕上がった現場コーキングまみれにしてんけど、これでだからシール剥がしとかにもいいんかな。ね、シール剥がしもできる。できるし、サビも防げるし、落とせるし、ギアとかで潤滑剤できる。これ霧とか開ける時これ使いましたけどね。あ、霧で穴開けにも使える。乳製品にはなれへんかな。あとあれにも使えるんやね、スノボーとかのワックス代わりみたいな、撥水ちゃうかったか。無理、なんか撥水って誰か言ってたんですけどね、気のせいかな。わかるか、この違い。おお、ピカピカ。ちょっと拭いただけで。ちょっと輝いてきた。ね、輝いてきました。この辺の色味が全然違う。うまいね。これが、これかな。これが2サイズあるんですかね。400mm の方と 300mm の方があって、まあ、絶対でっかい方がおすすめですけどね。あ、そんだけ使うよってことですね。はい、何でも使えるんで。あとは泡タイプもあると。泡とか精密機械用、なんか基板とかいけるみたいですね。はあ、はあ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 。めっちゃあるな。ホワイトリチウムクリーナー。これは潤滑ベアリングとかドアの開け閉め、はい、長板とかチェーンとか、はいはい、潤滑、まあ耐水性って これのことかな。サビと。ああ、そういうことか。はい。なんかね、あのアンバサダーの人から聞いたのが、そうそう、撥水もある言うててんけどね、今日は残念ながら営業マンの方が言ってないから、乳製もいけるかもしれない、ね、あ、ほんまやな、乳製液にも使える。これだって要するに金車に振ったり、そう僕らで言うたらね。これは何やろ。これだから昔のやつかな。そんな昔からあるんや、限定品。70年ぐらいじゃなかったかな。スペースシャトルとか使ってたっていうくらい。はいはいはい。でこのファクトリーギア神戸のここのカンカンにはステッカー貼り放題らしいんで、僕も貼ったんですけど、なんかあのご自身のステッカー持ってる方とかここに貼りに来てください。 B がいっぱいある。マッサニキは今日こそ持ってこなあかんのに忘れたと。あ、でこれもカンカンも今人気やね。あ、そうですね。ね、これ今なんか人気でみんな買っていってる。この大容量買って、このスプレーで使うみたいな、ね。これ中に入ってんねや。そう、これもなんか入ってるんで。これなんぼなん？値段書いてないんか。でこれで薄めて使うんか、そのままいくんかな。じゃあもう僕ら電気屋というよりは工場で常に使う人とか。そうですね。工場、車屋さんとか、機械系の工場一つあったらね、手とかもこう拭けそうです、ね。はいはいはい。油汚れ。でこれにクッションつけたらね、椅子にもなるし、使い終わった後、まあおしゃれとしても置いとけると。これは非売品ですか。非売品です。あ、ここで、まあ、この量なかなか買う人なんか。これ、はい、これ売り物です。いくらですか。わからない。わからないけど、これを時価みたいなですよね。あの入れ替えて、はい、顔出しはなしですかね。大丈夫です。大丈夫ですか。これをこれに、ね、入れ替えて使っていただいたり、はい、これはあのこう大きい部品だったりをドボンとつけてもらって、バケツみたいな中に。ほう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 。オーバーホールするときとか、ちょっと綺麗に洗っていただくっていうタイプのカンカンになります。職種としてはどんな方が、工場、機械工場とか、機械工場とかの方がやってるみたいですね。はい、アメリカとかでは。
あとこれも聞きたかったんですけど、これは限定品ですか？これはもう限定のモデルで非売品で結構レアなものになっているので、アメリカ軍仕様な展示品ってことですね。そうです、はい、ディスプレイとして持ってきていただきました。このメーカーさんっていつから、昔からあるんですね。昔からすごい、もう NASA で開発された生活材になってるんで、飛行機の NASA ですか？宇宙の開発的な、大丈夫なように作られてるんで、ロケットとか。最近じゃないですか、結構こう広まってきたのって、うんうんうん、なんで急に？おそらくファクトリーギアが取り上げた、はい、おー、ファクトリーギアの力 で、はい、でこれ知ってます？何これ？このスプレーのストローをここに止めれるんです、うん、あー、これようなくなんもんな。そうそうそう、でこう、へえ。初めってこれテープでついてるだけなんで、はいはいはい、だこれ CRC とかすぐなくなる、外したらここで止めといて、こんな細かいことまで考えてるんだ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。ってことで、ここもいつまであるかわかんないですよね。半年ぐらい。でもこれ自体はずっと置かれるんじゃないですかね、売れ筋。ああ、そうですね、いろいろあるということで、まあ、ぜひギガファクトリー神戸店で見れるんで見に来てください。アパレルもある、スプレーだけじゃなくてこういうシャツもあるみたいで、 WD40 好きにはたまらないんじゃないでしょうか。値段は書いてないけど、あ、こういうトートバッグもおしゃれ。あ、トートバッグもあるね、図面入れたりするのに。あ、ええやん、ええやん、かっこええやん。これパーカーとか何でも売ってますんで、 WD40 でした。はい、検証してみます。じゃあ、今日はこのテープを使って、この木の板にこんな感じで両方つけてみて、でこの工具をつけて、はい、この工具をこっちで一つ持ってもらって、どれくらい粘着力が高いのかっていうのをちょっと比較してもらいたいと思います、はい、ファクトリーギアチャンネルでやってたのを僕らの方で再現させてもらうと、はい、高野倉店長より力ある2人やと思います、多分。せーの、おかなり本気で引っ張ってもらってますが、あ、綺麗、ほんまに綺麗。今終わったんですけど、もう全然こっちがくっついてるのが不思議ですよね、うん、木ってね、普通すぐ剥がれるのにね、剥がれる気配ないもん、ずれてもなる。ゴリラテープすごい、ありがとうございます。車引っ張れますよこれそんなレベル横に貼ったらビューって割れちゃう、網素いらんのじゃん、うん、うまいね、ほんまに強い。これはまあ、その電気から何から1個持ってたら何かと活躍しそうですね。ここで掴んでいただいて、まあ、半回ぐらい回すだけでナットが入るようになりますんで、まあ、いちいち脚立を降りて、もう一回ダイス取ってきてっていう作業が減ります、はい、これはちょっとメリーさんだけじゃないですか、見たことはない、はい、電気屋さんの声を元に作らせてもらったんで、はい、とりあえず面白くしたいです、電気屋を。